バンナムフェスね、確かに初めてのスタジアムでのライブだったんで、なんかやっぱ空が広いというか上がね開けててめちゃくちゃ気持ちよかったですね。ステージ裏での他の出演者とのエピソード、まあでもそうだな、まあ一応そのコロナ禍っていうのもあって、こうなんだ、一応作品ごとに部屋にはなってたんで、なかなかそんなあんま交流する機会もなかったんですけど、でも結構待ち時間が長くて、あの出てない間の待ち時間とかが、あ違う、出てない間っていうよりは始まるまでにみんながどん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 リハをしていかなきゃいけないんですよ。だから一番早い人とかも朝5時集合みたいなとこから、5時とか6時集合みたいなので、虹も結構早めだったんですよ。だからリハしてから、リハしました、そっからまた違うアーティストさんたちがリハしてる間の本番までの待ち時間がすごい長くて、それどうするみたいな感じになってたんですけど、なんかもう毎日が私寝るわって言って、そのヨガマット引いてもうまっすぐになってもう寝だして、毎日本当にね、どこでも寝れるの本当にすごいなって思うんですけど、もうそれで毎日がもうまっすぐになって寝てる中、みんなでなんかお菓子食べたりして、で毎日が起きてきたと思ったらなんか原神しだしてマリアとマユチが原神してるんで、その二人で始めてマルチプレイみたいなのをし始めて、そしたらひなきちゃんもやってるんですけど、まあ、ひなきちゃんはその時いなかったんですよ、バナフェス出てないからいなかったんだけどひなきちゃんオンラインじゃんって言ってひなきちゃんもひなきちゃんにちょっと電話かけようって言って通話しながらめっちゃちっちゃい声で、あのすいません、この敵倒してもらっていいですかみたいな、ひなきちゃんめっちゃ強いから連れてくとすごい頼もしいんだけどっていうのをやってましたね。まあそれもまた楽しかったですけどね、っていうエピソードでした。はい、続きまして